はい、こんにちは、かけまるです。ミニッツメイドさんのジュース、関西スーパーさんの方で58円で安売りしていたんで、そうですね、並んでいるものをバラバラっと買ってきたんですけれども、今日はアップルですね、の方、動画レポートしてみたいと思います。はい、それではですね、アップルさんの動画レポートですね、アップルさんじゃないわ、すいません、参りたいと思います。レッド&グリーンアップル使用で、果汁は 100% 濃縮還元。朝の健康果実 100% ということです。こちらの方ですね、エネルギーの方は 100ml あたり 47kcal ということなんですけれども、その上朝の一杯のジュースは水分、栄養素などを手軽に補って元気に一日をスタートさせてくれますということです。おそらく他のジュースと文言同じだと思うんですけれども、同じですよね。すみません、原材料名の方なんですけれども、こちらリンゴ香料のみということですね。そういたしましたら早速味の方チェックしてみたいと思います。はい、こちらの方が中身なんですけれども、すごいリンゴのいい香りがしてまいりますね。それではお味の方チェックしてみたいと思います。あ、美味しい。ですね、バヤリーさんでもなくて、そうですね、どこにもない風味ですよね。まずすごいまろやかで、グリーンアップルの風味がすごくよく出ていると思います。で、酸味はすごく ないって言ったら変なんですけれども、少ないですね、酸味は。とりあえずまろやかです。美味しいです、すごく。ちょっともう一回チェックしてみます。あー、これはいけますね。美味しいです。甘いんですけど嫌味な甘さじゃなくて、リンゴがギュッて、凝縮されたような感じ、テイスト、すいません、なんかうまいことレポートできないんですけれども、すごく美味しいです。バヤリさん、日本のメーカーさんではない、これ日本のメーカーさんでしょうか。あ、コカ・コーラさんですね。バヤリさんとかその他飲んだことのないようなアップルのテイストで、すごくおすすめだと思います。美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。